皆さん、こんにちは。TLA チャンネルです。今日は、中華人民共和国最大の経済都市である上海をご紹介します。上海は、超高デルタに位置するアジアを代表する世界都市で、現在は、北京とともに中国経済を牽引する存在です。アジアにおいては、東京、ソウル、大阪に次ぐ第4の経済圏を形成しており、21世紀になってからは、香港や東京と並ぶアジアの金融センターとなっています。そんな上海ですが、中国という特殊な社会にある大都市として、さまざまな社会問題に直面しているのも事実です。そんな中国最大の都市上海を今回はご紹介します。さて、この上海ですが、長い中国の歴史の中ではかなり新しい都市で、都市として大きく発展したのは19世紀になってからです。それまでは小さな港町で市博市なども置かれていましたが、この地域の中心都市といえば広州や南京などが有名で、あくまで上海は一つの海辺の集落に過ぎませんでした。確かに広州は7世紀や8世紀、南京は3世紀にはすでに発展しており、これに紀元前から都となっていた西安や洛陽と比べると、19世紀になって発展した上海はかなり歴史が浅い都市といえます。なので、こういったことの人の中には経済的に発展している上海への妬みもあり、歴史が浅いことをおちょくる人もいるとかいないとか。そんな上海が大都市となるきっかけとなったのがアヘン戦争です。清とイギリスの戦争であるアヘン戦争の結果締結された南京条約により、上海は条約港として対外的に開港することとなります。これを契機にイギリスやアメリカ、日本など列強が次々と租界を開設し、一気に国際都市として花開くこととなります。1865年にはイギリス系の香港上海銀行が設立されたことを先駆として、欧米の金融機関が本格的に上海に進出してくるようになり、1899年にはフランス系のインドシナ銀行も進出してきました。これにより上海は中国金融の一大拠点となり、また香港に比べて税金が安いことから、香港のユダヤ資本が大量に流入し、サスーン家などのセファルディ系ユダヤ人グループが流星を極めました。それに加えて上海は香港と日本をつなぐ海底電信ケーブルの中継地となり、北京よりも早く国際電信ネットワークに組み込まれたことや、日清戦争後の下関条約で工業企業権が諸外国に与えられ、外国資本の工場建設が促進されたことにより、1920年代から1930年代にかけて中国最大の都市として発展します。中でもイギリスとアメリカの共同租界であったバンド地区は、両国のほか日本やフランス、オランダ、ドイツなどの銀行が多く進出し、西洋風の高層建築が立ち並びました。現在でもこのバンド地区には当時の建物が残存しており、高官庁や銀行のほか、バーやレストラン、ヨーロッパのハイブランドの大型旗艦店が軒を連ねるおしゃれなエリアとなっています。この疎開とともに、当時の上海を象徴するものとしてキャバレーやナイトクラブなどのショービジネスが挙げられます。各国の疎開が設置され、多くの外国人が住んでいた上海では、こういった外国人を相手にするキャバレーが多くありました。1984年に公開された映画インディ・ジョーンズ魔宮の伝説でも、冒頭でインディーと満州系ギャングがトラブルになるシーンがありますが、その舞台が1935年の上海のキャバレーであり、当時の華やかなショービジネスの様子が描かれています。こうして上海は魔都、あるいは東洋のパリとも呼ばれるようになり、民族資本家の台頭をもたらすこととなります。しかしながら1932年に第一次上海事変で日中両軍が衝突、再び1937年に第二次上海事変で日中両軍は戦争状態に入り、中国軍の爆撃で疎開でも多くの死者を出す被害を受けます。この第二次上海事変の際に撮られたとされる報道写真、上海南駅の赤ん坊は、その後の欧米の反日世論に大きな影響を与えました。その後太平洋戦争とともに上海の疎開は日本に接収され、1943年に日本と関係の深い汪兆銘政権下の上海市政府に返還されました。そして
最終的には1949年の中華人民共和国の成立を迎えるわけですが、この際に外国資本の多くは香港へと撤収します。その後、中国政府が1978年に改革開放政策を取るまでの間、上海は工業都市として発展していくことになります。1978年の鄧小平の指導体制による改革開放政策では、大躍進政策と文化大革命で疲弊した経済を立て直すために、1980年から順次深圳やアモイといった地域に経済特区が設置され、上海も1984年に経済特区となりました。1990年には中国政府は上海浦东新区の開発と開放を決定したこともあり、再び外国資本が流入して目覚ましい発展をもたらし、上海市指導部からは江沢民、朱鎔基、呉鳳国など上海閥と呼ばれる中国共産党の指導部を多数輩出することとなります。2010年には世界189カ国が参加した国際博覧会上海万博を開催、大阪万博を上回る史上最多の入場者数を記録し、国際都市としての上海は復活を遂げたのです。現在上海は冒頭でも紹介した通り中国最大の都市であり、2035年には東京やニューヨーク、ロサンゼルスに次ぐ規模になるとされています。そのため上海には中国全土から出稼ぎ労働者が集まり、その数は600万人とも700万人とも言われています。しかし人口問題を抱える中国では、地方から大都市への移住は簡単ではなく、上海では国内でも最も厳しい戸籍政策が取られています。例えば幼稚園や小学校への入学は上海戸籍保有者が優先され、上海戸籍でないものは大学の受験資格もありません。また上海戸籍保有者と非保有者では社会福祉にも大きな差があり、外国への詐称も上海戸籍保有者が優先して発給されるなど、地方出身の出稼ぎ労働者は厳しい立場に置かれています。こうした出稼ぎ労働者は上海を建設すると同時に大きな社会問題と治安問題をも招いており、上海市の 75% 以上の強盗、殺人、暴行などの悪質な犯罪は市外から流入した中国人により発生しているとも言われています。こういった経済格差などから他地域からの妬みもあり、上海人は嫌われているという意見もあったりします。ステレオタイプの上海人には横暴で傲慢、わがままというものがあり、中国特有の都市と地方の温度差を浮き彫りにしています。なお、この上海には5万人近い長期滞在や駐在の日本人がいると言われ、アジアではバンコクに次いで多くの日本人が住む都市であり、また日本人は上海で最も多い長期滞在の外国人ともなっています。そんな上海はこうした経済発展を背景に、浦东新区には東方明珠電子塔をはじめ多くの摩天楼が立ち並び、世界でも有数の高層ビルの集積都市の一つとなっています。また会派文化という周辺一帯の伝統芸術を基礎に、20世紀初頭に流入した西洋文化が混じり合い、上海は最も洗練された文化都市の一つと言われています。アクロバティックな演技で知られる上海雑技団も知られていますね。機会があったらぜひ行ってみてください。それではオルボワール。